の手配書。書かれている人は、まさか。まさか。違うわ。この人は、帝国の研究者。私が研究施設から逃げるための、手助けをしてくれた人。でもよ！仮面の被験体である私。帝国軍の機密を逃がしたのだから、処刑は免れないでしょうね。なんだって！放っておきましょう。彼を助けたところで、何の利益もない。私の恩人。見捨てることはしたくない。たとえ、私一人でも。心の声が。あの男は仮面の研究者。私の脱走を手助けしたとはいえ、命を救おうだなんて、団長たちの甘さに影響されたとでも言うの？ひへん。ほう。あの鎧、ただの警備兵じゃない。階級は少尉。なぜこんなところに。貴様。この声、聞き覚えが。あの人は確か。総員、剣を抜け！助かった。とんだ迷惑ね。雑魚が出しゃばるからよ。尻拭いをする側のことも考えてほしいわ。わっはっはっは。無駄口を叩くのは終わりよ。どうやら見つかったようね。いいか。残念だけど、私はもう仮面の支配は受けない。ほう。私は仮面の暴走を止めることができるようになった。隊長さん、あなたのおかげでね。敵だけれど、一応礼を言っておくわ。貴様。さあ、イエスさん。私が仮面の力を制御している限り、あなたたちに勝ち目はない。帝国の人間ならわかるでしょう。よかろう。総員。はっ。何！？賢明な判断ね。ここで尻尾を巻いて、無様に逃げ帰るなら、命までは取らないわ。隊長！バカ野郎が！行くぞ！
私の家族。まだ捕まっていなかったのね。親切心か、間抜けが口を滑らせたのか知らないけれど、無事だと教えてくれたことには感謝ね。行くぞ。さあ、イエスさん。なあなあ、それは無理ね。つけるとか外すとか、そんな単純な話じゃないの。すまない。ええ、それで構わない。どちらにせよこの力はまだ必要になるから、帝国の企みを叩き潰し、いつかまた家族と暮らす。そのために